因为迄个宗教书有一篇就是迄个纳帖迄个注水，啊就伊普通是无咧派这迄落个兵啊，啊迄内面下真侪即个钱啊，放伫迄个背脑中间，啊头阁拔掉咧，啊去互车弄落时阵跳起来，啊弄落时遐个钱全跌伫伊下骹，所以伊真正互车弄落时，伊受伤的时阵只有骹落去。救急車は来ましたが、宣教師の方はまだ私を乗せないでくださいと言ったそうです。あ、これ英救救護車来、彼の時、伊讲千万只把他载给你车顶。このリュックにある教会のお金をもう一人の宣教師に渡さないうちは病救急車は乗らないということだったんです。因为伊讲我赔你，我会较听借的教会钱，我能不够交我别人所告诉的以前，我唔借救护车去。本当に危険な国だったそうです。選挙師を跳ねた方はお医者さんでした。でも一回も見舞いに来ないし、それからお見舞いも全くありません。ただ採用しなさい。治療費とリハビリのお金だけを出してあげます。啊，迄、那个甲弄着医生也唔捌来甲看，啊，无来甲回信嘞，干那只有讲个信来被解付迄个医疗费那点。それでも、それはメキシコでは本当に運が良かったそうです。天地公平，辛苦吃饭的这家，所以啊，那安尼成功了，每个自己啊，都是讲真好，好有那个那一节那力了。そういう苦難の中で、その宣教師の方は車椅子のまま。壇上で手術の4日後でしょうかメッセージをなさったと。天地公義で、ルー宗教師、ホロチャロでは、四日後、全体論理、ホロ更新刚才で気合感と。この御言葉は、本当にその先生の事件を通して、あと私自身の、今から簡単に申し上げます、事件を通して与えられた言葉です。啊，第一个，我今晚要读的圣经就是迄阵啊，迄、那个卢梭教授来给我的这个圣经的。長くなりましたので短くしますが、私の母は90歳で転んでここにひびが入った日、私の主人は癌の末期になったんです。ステージ3の B ということで非常に重い癌、手術した直後、直後というか抗がん闘病中ですね。その時、母の怪我、主人の大変な病気、そして母を世話しているお嫁さんは肺炎になってしまった。そういう中で賛美をするようする機会がありました。我的老母90歳。我的老母90岁时，突然间来，刚才讲跌倒，弄一个真严重严重的伤。迄个时我的头家是都在差不多癌症的末期啦。伫迄个中间。我呢，因为讲真久啊，所以我要用简单开来讲。说是，伫迄个时，伫迄艰苦的中间，我会当着因那个做见证。そして今日は詩篇を選ばせていただきました。126:5-6です。今日我所见的这见证的中间，就是詩篇146:5-6。涙とともに種まく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種を抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。迄个圣经下内面安尼讲，讲老目屎也争气，要出欢喜声来收割。迄个老目屎带争气出去，要得到要带伊的就要欢喜来倒来。そのような時が、園田さんはお母様が病気になり。大谷さんはお父さんが脳梗塞からのリハビリ、私は今のような病気の中で賛美に行きました。角田さんのお母さん、お父さん。这个做阿弥阮三个人中间，这个角田さん家庭啊，伊的老母啊来这边，啊，这是叫做大谷さん的老爸也差不多中风啊，我。都假说过，我的老母、我的先生都看病中间，阮幼儿，特别老西，出力也真是，为安尼来到台湾。それでも万事を益となす、
私たちは神様の御言葉に従って感謝してこれからも続けてまいります。ありがとうございます。我相信在这里头要将万行事特别正做咱的利益的上帝，我相信这个永远对不对？会做做根基。平安。多谢。